では皆様改めましてこんにちは。本日はフライヤーセミナーにお越しいただきましてありがとうございます。フライヤーの市原と申します。本日ですね、楽天大学学長の中山信也さんをお招きしましたランチセミナー始めていきたいと思います。本日のタイトルがですね、組織の中で自分らしく働く方法ということで、こちらですね、1時間セミナーしていきたいと思います。で最初ですね、事務局案内になりますが、本日もチャットたくさん使ってください。 で今ですね、宛先がおそらく、ホストパネリスト宛てになってるかなと思いますので、全員宛てに変更して入れていただけると嬉しいです。何かご自身の気づきだったりとか、まあ、つぶやきだとなどもあのたくさん入れていただけると嬉しいですで。もしですね、質問がありましたら、頭に質問と入れていただけると、パネリストの方でも拾えるかなと思いますので、ぜひこちら入れてください。はい。 本日のセミナーのアーカイブなど、LINE でも配信いたします。ご登録まだの方、ぜひこちらの QR コードが今、チャットの方にもあの入りましたので、こちらの URL からご登録をお願いいたします、はいで。ここからですね、少しご案内になりますが、本日のゲスト、中山信也さんをお招きしました、フライヤーブックキャンプという実践型の講座ですね、こちらが5月からスタートになります。 こちらの講座なんですけれども、アウトプットを重視で講師と一緒に学んでいただけるようなコミュニティランニングの場所になっております。いろんなエリアがあるんですけれども、本日の中山さんの講座が高める山という仕事だったりとか、うちのプライベート、趣味だったりとかも高めたい人向けのこちらのエリアのものになります。2024年5月、来月から8月までですね、4ヶ月の講座になります。 こちらのご紹介もセミナーの中でさせていただきたいと思いますので、何かこちらのセミナーに関してですね、気になることありましたら質問などどしどし入れてください。はい、ではここからですね、早速セミナーを始めていきたいと思います。えー、組織の中で自分らしく働く方法ということで、ゲスト、中山真也さん、ファシリテーター久保屋さんです。よろしくお願いします。 はいご案内ありがとうございます、えー、ランチタイム皆さんお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます今回も、えー、600名以上の方に、えー、お申し込みいただきました本当にありがとうございます、えー、続々と皆さん参加いただいている状態なのでぜひですねチャットの方あのどんどん使っていただきまして今回も中山さんに、えー、チャットの内容を、えー、元にぶつけていきたいなというふうに思っております えー、そしてですね、えー、中山さん今回改めまして、えー、ご参加ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう中山さんに私あの、えー、1年ぐらい前ですかね初めてお会いをしてある大学でお会いをしてから、はいはい、なんか中山さんの周りって なんて言うんてうですかねそのワクワクしてる人をで自然になんか集まってきて好きなことやってるように見えてそれが結果的に皆さんそれぞれにとってためになったり社会のためになったりなんかそのムーブメントの中に学長がいらっしゃるみたいなそんなところを見ていてなんかきっとこういつかご一緒できたらすごくいい場になっていくんじゃないかなと思っていたのでこうやってご一緒できてすごく嬉しいです。 ではこそですありがとうございますはいありがとうございますま中山さんと呼んでみたり学長と呼んでみたり、はい、えー、今日も <laughs> すると思いますがよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい えー、そして皆さん、今日皆さんのご参加、あ気になっている点は何でしょうかまずちょっとチャットに入れてみてもらってもいいでしょうか。はい。今日のテーマは、ね、組織の中で自分らしく働く方法というテーマです。まあ、これを見てご参加いただいたんではないかなというふうに思いますが、皆さんの関心ポイントは何でしょうか課題に思っていることやあ疑問、まあ、そういったことをちょっと入れていただけると嬉しいです。 で入れていただいている間にちょっと自己紹介をさせていただこうと思います、えー、私株式会社フライヤーの執行役員で CCO というポジションです、えー、久保綾と言いますで、あのずっとコミュニティの運営をですね4年やっていますのでまさに自分らしくあるっていうところをどういうふうに、まあ、会社や、えー、プライベートの中だけではなくてまあ、えー、家庭の中だけではなくてちょっと一歩出たところで、えー、自分らしい状態を作るのかというところに興味を持って ずっとコミュニティ運営をしていますので今日本当に楽しみにしてまいりました。うん、<laughs> で中山さんちょっと自己紹介お願いしてよろしいですかはい自己紹介苦手なやつなんですけど <laughs> そうですね、えっと、楽天が20人ぐらいの時に入りましてもうすぐ今度の6月で25年とかになります。<laughs> うん、楽天市場にネットショップを出している人たち向けに、えー、と楽天大学っていう、まあ、リアルで集まってみんなで学び合う大沢みたいなのを立ち上げて2000年に立ち上げをしてでそこからみんなでわちゃわちゃするみたいな活動をしてきています。うん、あとはいろいろ書いてありますが、えー、と2007年に、はい。 兼業自由で引退自由の正社員っていうのに、まあ、あの何してもよくて会社行っても行かなくてもいいみたいな働き方の正社員っていうのになぜかなりまして <laughs> 会社に一人しかいないんですけどあの制度とかなくてただイレギュラーなだけなんですけどで自分の会社そのあと作って活動したりあのその活動っていう中になんかサッカー好きなんですけどサッカークラブに関わるみたいな僕にとっては。 ちょっとボーナスタイムみたいな、お仕事があったりとか。まあ、そんな感じで、いろいろとやらせていただいております。以上です。ありがとうございます。中山さんとお話していると、ちょいちょいですね。あの、苦手なんだけどね、これ、みたいなのが出てくるんですよね。<laughs> その、お一つが自己紹介っていつも言われるんですけど。その、あの、それを知ってながら、ちょっと無茶ぶりするっていう、そんな時間でしたが。はい、ありがとうございます。はい、あの。 ご著を拝見してみるともう本当にまさに今日の,あのイベントのテーマである「自由に働く自分らしくいる」まあ、それをまあ猫と表現をしたり <laughs> えあるいは組織にいながら自由に働くで「はい、加減上就」って足す引くかける、ま、あの割るのそのプロセスでこうあの語っている本だったりご本でもそあのこのテーマが本当に中心になってらっしゃるあとはまあ育成みたいなテーマでねサッカーを取り上げてらっしゃる本も。 あ,のありますけども、はい、ここがまあ,あの夢中で仕事をする大人を増やすっていうミッションっていうことなんで、うん、まさにその学長の研究テーマといいますかなんですねこれそうですねそう,そうですそうです、うん、もやもやしてる人をどんだけこう思いっきりなんか働ける感じになってもらえるかですね、うんえー それってその当初の問題意識なり最近の問題意識なりそのどういうところからそれをテーマとして追求されてらっしゃるんでしょうかもっともと、まあ、っていうか楽天に入ってからの話でいうと、はい、さ,っきさっき言ったみたいに楽天市場にネットショップを出している人たちが、まあ、全国各地の中小企業の人とかがほとんど多いんですけど、はい、まあみんな なこう実店舗や,やりながらネットショップにもチャレンジみたいな感じでそれこそ25年前とかの人たちはまあそういう人がほとんどだったんですけどまあだんだんリアル実店舗の前の人通りはこうどんどん減っていくみたいな例えば商店街だったらこう誰も商店街とかこう使わないしみたいな感じになっていったりとかでそういう中でまあネットに活路みたいなあの人たちが。 まあいっぱいいる中でいろいろみんなでどうやったらネットで売れるのかねみたいなのを試行錯誤しながらやってきた、まあ、実践コミュニティみたいな形でやってきた結果あの、まあ、商売が軌道に乗ってであの例えばですけどあのその小売りじゃなくてメーカーの人とかもいるんですよね、うん、でメーカーの人とかって今までは そのリアルの仕事だとそれこそ木彫りの袋を作ってる人とかいて、うん、でこう今まではそういう,う作ってであの卸の人に、まあ、あの価格と数量と納期だけやり取りをしてこう卸すみたいな以上あとはまた作るみたいな感じなんですけどネットショップをその人が直接やるとお客さんからこう「ありがとう」とか「とても良かったです」とか「誰かにあげたらめっちゃ喜びました」みたいな声が返ってきて。<あ> <laughs> なんかめちゃくちゃ楽しいみたいな感じあのスイッチ入った感じになったりとか結構なあのお年の方だったりしたんですけど仕事楽しいって言って<ー>ネットショップハマっていったりとかあとはあの実店舗で小りで店番やってる人とかが「中山君ネットショップめちゃくちゃ楽しいね」って言っててなんでですかって聞いたら。 いや俺リアルで店番とか20年とかはやってるけどありがとうとかお客さんに言われたことないけどネットショップ結構毎日あり,がありがとうみたいなメールとか来たりとかするからさみたいな。へ<ー>日本人って多分面と向かってありがとうとか言わないけど結構メールとかだと言い,言いやすいのかもしれないですけどねみたいな感じでどんどん,なんか最近仕事楽しいわみたいな感じになっていく人たちがいっぱいいたので。うん これは良いことだなって思って日本のためにも大事なことだなって思って。なるほど。だから学長からするとその仕組みとしてこの、えー、やっていること物を売るっていうこと自体は変わらないかもしれないけど仕組みとしてそれがこう、えー、楽しいって思える状態を作っていったり、うんえー、あ,あるいはこう えとリアルの店舗で店舗でやってる時には見えなかったその多数の店舗が集まった時に見えるそのお店舗の強みとか人の強みみたいなことがリアルにこうなんかきっと手触り感があってそれをなんかこう仕掛けていくみたいな方向にいったです、ねうんそうそうですね。たくさんいるっていうことの意味合いとしては、うん、それこそ楽天って別にあの同じ商品売ってるお店は一社 1店舗しかダメですとかいうルールないから、同じ商品売ってるお店がいっぱい出てるんですけど、ってことは、商品自体には差がないわけなので、じゃああとはじゃあ値段が安いところが売れるだけだと何も面白くないから、最安じゃないけど、他のお店で同種同類のものも売ってるけど、うちのお店を選んでもらうためには何をしなきゃいけないんだっけみたいなことをみんな考えなきゃいけなくて、そのためには、うん、 自分の強み他との違いを生かして強みとして発揮をして何らかの価値を生み出してお客さんに提供する喜んでもらうみたいなまああの抽象的に言いましたけど具体的に言えばメルマがめっちゃ面白く書けるっていう強みを持ってたらそれそこでこうファンになってくれるお客さんがいたりとか。うーん あとは個別のなんか問い合わせをするとなんか産業の問い合わせに10倍ぐらいのボリュームのすっごい丁寧なやつが返ってくるとかその人の強みによっていろいろあるわけですけどでもそれしかないよねっていうのをずっとみんなでやり続けてきてでみんながあのだんだんそういう自分の強みを生かしてうまくいっている人魅力的 な存在になってる人みたいな実例がどんどん周りに増えていくと、うん、他の人もま似しやすいというかじゃあ自分だったらこうだなみたいな、うん、あの人確かにこれ上手だもんなみたいなうまく使ってんなみたいな実例がこういっぱい出てくると、うん、自分だったらどうしようかなっていうのが考えやすくなっていくみたいな、うん、コミュニティなるほど 今のお話はあくまでその楽天のでしたしその店舗の運営っていうことでしたけど、まあ、皆さんのチャットをこう拝見してますとその組織の中あまあ自分の所属する会社だったりそういう中で個としての,その自分らしさみたいなところにそもそも自分らしさって何ですかっていう定義が気になる方だったり、うん、えそれをどこまで出していったらいいんでしょうねとか うん、組織の価値観と自分の価値観が一致しないと時、どうしたらいいんだろう？とか、うんうん、あのそういったまあ、えー、っと。多分構図としては似てるんだと思うんですけど、楽天の中の店舗の仕上がのもとね。社会という社会の中に、うん、まあ組織っていうのを社会に置き換えれば、うん、社会の中にうちの店みたいなのは組織の中の一人の。まあ 従業員みたいなのと、まあ、そんなに変わん、変わんないっちゃ変わんないですね、大きく見れば。おちょっとそのあたり、少し、もしよろしければ、あの、何かスライドもあれば共有いただきつつ、はい、あの、自分らしさってそもそも発揮できている状態で、どういうことなんだろうから、例えば行ってみますか、その。まあ、そうですね。まあうん、全部いいろい、いろいろ、 なそのフレームワークその例えば加減,加減上昇だったりとかうん、うん、犬と猫だったりとか、はい、いろんな話はできるのですが,ですが今回はこれあこれの、はい「組織にいながら自由に働く」の中にも書かれてました自己中心的利他、はいはい、何でしょうかこれは利他、まあ、あっていうと 自己犠牲を伴うものっていうふうに思われがちではないかと思うんですけどでも自己犠牲やでやですよねっていう <laughs> <laughs> あんまり、うん、自己犠牲頑張りたくないなって思ったのでじゃ自分がやりたくて得意なことやってれば喜んでもらえるんだったら自己犠牲じゃなくて自己中にリタでできるからいいじゃん って,思いましたっていうことなんですけどまあわがままな感じで、うんうん、このやりたいと得意と喜ばれるが三つ被ってる状態を自己中心的利他と呼んでいてでこれが多分あの僕が考える一つの自分らしさあはあはあははうん、はい、自分らしさこれが重なっていい具合のバランスになってるって感じですねそうですえー、なので、うん、なのでえっと 例えばコメントの中にどこまで自分を出していいのか、自分らしさし,ありました,あ,りましたあると思うんですけど、うん、こ,のこれ自分がやりたくて得意なことだけしかやりませんみたいなこと言うと、あのただのわがままなやつ、もう仕事しろよみたいな感じになるじゃないですか。うん、なので あのどこまで出していいかっていうのは、要は、周りの、周りの人、これが、あの、まあ、商売だったらお客さんだし、まあ、チームだったらあのチームメンバーが喜んでくれるように、ここ,こうなんか、すり合わせというか、チューニングみたいなのをすることが大事だなっていう,う,い、ねうで。自分の、この、特にやりたい、得意の、あの発揮の仕方みたいなのを、こう、 ちゃんと相手とすり合わせてパズルでいうとデコとボコがこうちゃんとはまるような感じに仕上げていくっていうかそういう形を見つけていくというかデコの飛び出てるやりたい得意っていう強みの部分と、はい、求められてるボコの部分がちゃんと一致してるのを見ながらチューニングしていくっていう感じですね。うん、そうですねあなるほど、ね、ここがで ここをやらずして自分らしさとか言ってても、あのはい、ただの自己中で、リターンにはつながらないので、周りの人から、あの、認め、認められないっていうか、仕事しろって言われるって。うん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 。そうか。これが結構、そのお、一方で難しそうなのがですね、ある程度こう、えっ、ー、と、やっていくと得意とか、 って言えるようになったり、やりたいももしかしたらやっていくことによって出てくるのかもしれないですけども、うん、このど,どっからこう作っていくのかみたいなところって何かお考えがありますかうん、えっと、やりたい、やりたいですかね。おうやりたいからやっていくといいと。やりたいって、あの、 やりたいことっていうと、な,なんだろうや、2種類あるんですよね、やりたいことって。えーはい、やったことないとか、今やってなくて、そのやってみたいこと。例えば、まあ、社長になりたい、なってみたいとか、うん、プロ野球選手になってみたいみたいな、うね、そういうのがやりたいこととかって、やりたいこと何みたいない、言われますけど。 あの僕が大事だと思ってるのはもう一個のやりたいでそれは言われなくてもやっちゃってること。うんうん、なるほど。うん、例えば部屋が散らかっているのが気持ち悪い人、はいはい、で,であの片付けちゃうじゃないですか言われなくても。<laughs> なのでそういう。あの 自分のあのこれあの今回のあ後で紹介されるであろう講座の中ではその自分の強みと弱みみたいなのを生かそうみたいなのから,から始まるんですけど、はい、それはあのまず強み自分の強みはその言われなくてもやっちゃうことって何っていうのをちゃんと自分の中でこう整理していってん<ー>頑張らなくてもできちゃうこととか。 やらないと気持ち悪いことって何っていうところを解像度を上げていかないとあの結構間違い間違えちゃうんですよね。なるほどね。すごい個人的なちょっと具体例としてのシェアしてもいいですか、はい、私もこのこういったイベント毎月23回イベントやってますけど、うん、このファシリテーションと言いますかその、うん、でえっ、ー、とやっぱりこう やっちゃうことなんですよねすごくまあもちろんトレーニングしている部分もありますけどいろんな人の見聞きして上手な人の見聞きしてっていうのはあるんですけどでもあの自分でめちゃめちゃプレゼンテーションするとかすごい自分がゲスト側になってすごい話すっていうより聞いたりして聞,聞いて整理するとかうん、うん、聞いて解釈を。 確認するとか聞いて質問で深めていくとかそういう方が例えば会議体でも好きですし自分がすごく喋るっていうより聞く方が楽好きっていう形だったんですね、はいはい、それがたまたまそのビジネスのついた仕事の中で活かせそうだったからどん,どん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 トレーニングも含めてやっていったらまあ分からないですけど、うん、あの皆さんが喜んでくださってるかどうかはちょっと今日のね参加者分からないですけどうん、うん、まあでも そっちの方向に、方向にあのやっていくっていうので、まさにこういうことなのかなというふうに。その段階ではあんまり、すごいやりたいまでの言葉じゃないかもしれないですね。そうですよね。事前にやっちゃってるからと、ね<う>。なんかそのまま何もしないの気持ち悪いから、うん、なんかやっちゃうみたいな感じですね。あのうん、今、チャットに「喜んでます」って書いてあります。 全員当てじゃないから、ありがとうございます。なんかくれくれみたいな感じはいありがとう。ございますそうですね、起点はやりたいですねっていうふうに整理してくださるけど、あのまさにここ書いてある、仕事イコール我慢することという価値観の持ち主に出会うと辛いとか、うん、それになっちゃってると、なかなか気づけないかもですね、自分のやりたいに。そうですね給料,、うん、給料は 自己犠牲を払った対価であるみたいな感じですよね。うんうん、なので自己犠牲払わないとお金もらう理由がなくなっちゃうみたいな。最近あの結構世の中的にもあの楽しく働いてる会社として知られている会社の人があのなんか楽し,楽しく働いてると 罪悪感があるんですよねって言ってて僕は結構衝撃を受けたんですけど <laughs> あの <laughs>「えー?」みたいなこの会社で働いてて楽しく働いて罪悪感を感じるんですかみたいな <laughs> それ以上ちょっと突っ込む機会がなかったんですけどその後ちょっといろいろ考えてみて、うん、で楽しく働くことに罪悪感ってどういう意味かなっていうのってちょっといくつか2つパターンあるなと思ってまず1個は あのまあ、単純に自己犠牲というか、ね、あの自己犠牲を払っていないのにお金がもらえるなんていい,のい,いんだろうかっていう本当のその意味合いとあともう一個は、うん、自分は楽しく働くことはあの良いことだと思ってんだけど周りの人が全員こうなんか自己犠牲を払いながらしんどそうに働いてる中で自分だけ楽しく働いていいのかなっていう罪悪感っていう意味と、まあ、あるなって思ったんですけどその人がどっちなのかは分かんなかったんですけど。うん でも結構そこの OS をまずは手放せるかどうかみたいなところが大事なのかもしんないですね。うん、いやそうですね。それでまあ聞きたいこととしてはやっぱりそのじゃあそのやりたいがスタートだとして。うん、でしかもこうビジョンとかそういうんではなくてあの自然とやれてることを見つける。でもその 楽しく働いてはいけない OS が例えばちょっとあったりするとどうやって見つけるんだみたいなこと、はい、手放すにはどうしたらいいんだみたいなことなんですけど、うんま、ちょっと前に中山さんとお話をしてて会社組織ってやっぱりちょっとそこが難しい時があると今のような OS があったり、うんえー、役割っていうものがあるのでだからそのえー 少しこう外に出てみるみたいなことも言われていて、まあ、今回キャンプでちょっとこう中山さんといろいろ企画会議している中でやっぱこのやりたい、まあ、し自然にやっちゃってる止められてもやっちゃってるこれを見つけられる場でもあり、うん、かつ他人のそれを引き出せるそんな人にもなれる場でありそんなのなんか作れないですかねって言って、うん、<laughs> 始まったのがまあ今回の講座かなと思うんですけど中山さんのもその まあ、この自然とやっちゃう、やりたいを見つけられる、そのちょっと違う OS を持っちゃってる人が変わっていく、うんうん、そんなステップとか、何に着目したらいいんだろうとか、どういう場に身を置いたらいいんだろうとか、その辺ってあの聞けますかあの、まあ、あ今まさに質問が出てました、それ。他人のうんうん 言われなくてやっちゃうことは仕事の中でどうやって見つけたらいいんですか他人のですね。自分のではなくて、メンバーのここ、うん、ここももでですす、はい、はいはいはいそう。そうですね。まずはあの、今回はストレングスファインダーっていう読み診断のサービスがあるので、うん、まあそれを一、はい、つ題材として 使っっててようと思ってるんですけど、うん、まあ診断結果が出てきて「あなたの強みはこの5つです」って出てきてでその5つってあのじゃあその何が気持ち悪いかっていう視点で見ていくとえそうなんですか、はい、見え方がこう、はい、ちょっと変わるんですよね<ー>変わるというかなんか理解がしっくりきやすいというか<ほ>う <laughs> 例えば例えば あの回復思考、回復思考みたいな人って、はいはい、あ誰かがあって言って水こぼしたりとかしたら、ちょっとすぐ拭きに、拭きにいっちゃうみたいなことなんですよね。僕は、うん、回復思考、めっちゃ低いので、あの <laughs> 誰かがなんかこぼしたなと思って、誰かがすぐに去って、拭きに行ったなって思ったらあの、自分の出番じゃないなっていう。 ふうにしか思えないのでなんか何もやんない人って思われやすいんですけどあの全然気持ち悪くない問題を解決することには全然興味がないみたいな。うんであの34個種類があるんですけどそうですね、はい、はい。え久保彩さんは自分のやつってわかりますかあの回復志向低めで低め あの、でもあの、フライヤーという会社、みんなそうなんですけど、学習欲が高いとか、あ,<ー>あとはあの、ストックするのありますよね。えー、っと、何でした収集心あ、そうそう、収集心。私はすごいあの、うん、高いのと、あと、うんはい、戦略、うん、はい、戦略性。そう、そうですね。 が高かった気がします要はなんか計画立てるのとか好きみたいなそんな感じです。うんうんうん、収集心の人とかああだってこういう例えばなんかセミナーイベントみたいなの出た時誰にも言われないけどめっちゃメモ取ってますよね<あ>めって。それ,それ自分に自分にとっては何もすごくないことじゃないですか。やらないと気持ち悪い。 あそういう意味か気持ち悪いってういうやらないと気持ち悪いが発揮されているポイントを見つける収集、はい、心の人にメモ取っちゃいけませんって言われて絶対気持ち悪いですよねきっとダメ、ね、<laughs> あとであのアーカイブもありませんしテキストも配りませんとか言って <laughs> メモも禁止ですとか言われて <laughs>、ね、ただ黙って聞いてくださいとか言われたら <laughs> そうですね確かにあとポジティブとかも入ってますがやっぱりなんかこう 仮に何かこう愚痴るような状況が起きたとしてもそれを何か愚痴で終わらせるとちょっと気持ち悪いんです何かポジティブな解釈をちょっとでも見出したいなっていう方向とかあったりしますそれがまあよく働く時もあれば悪く働く時もあるんですけど大丈夫じゃんねえじゃんみたいなこともある <laughs> そう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 うん、うん、なのでそれがやりたいその気持ち悪い方うん 持っていくと、うん、自分のやりたいがはっきりしてくるっていう感覚です。ああなるほど。まずはそういう客観的なちょっとこうよりどころあ言語化してくれているそのストレングスファイナーみたいなものをきっかけに具体的にちょっとその自分がやらないと気持ち悪いっていうその自然とやっちゃうことを見つけていく。であの、うん、みんなで集まってそういう作業をやっていくと、うん、今の久保屋さんみたいに「あノートって」 取ら,ないで取らないとかありえなないいみたいななんかだんだんこうあそういうことかってみんなこう自分の強みって自分が一番気づきにくいところあるので当たり前にやりすぎてるからなのでだんだんみんながそ,そういうことかっていう腹落ちをしているのを見てるとあの自分もあの気づきやすくなるしの他の人が気づいてるのを見ると他人のあ他人の人の やりたいことってそういうことなんだみたいなのもまあ見えるようになっていくと思うんですよね。うん、なのでその気づ,そ気づくためのプロセスみたいなものがこう自分の中で理解ができると他人と話をしながら他人のやりたいことみたいなのが何なのかを一緒に探りに行くみたいなこともやれるようになると思うんですよね。なるほど。 だから先ほどご質問いただいてた他の人の、まあ、メンバーのとかチームのメンバーのとかって言った時にもこういったまあちょっとしたより,よりどころがあってそれを例えばチームで私もチームであのやったことあるんですけどストレングスファインダーで年末に年始に向けてちょっとなんか自分のリフレクションの時間を取れ うようにちょっとなんか気持ちよく終わろうよって言ってチームでストレングスファインダーを眺め合って、うん、相,相手の気づいてないその強みが発揮されているう仕事や状況というのをちょっと言ってみようみたいなことをやったことあるんですけどすごいこうあの他の人から言われてあ確かにえでもそれってなんか別にそんな頑張ってないよ<言>っていう、はい、そういうふうに見てもらってたんだみたいなことがあって急になんか じゃあそれを生かして来年どうしようかなっていう気持ちになれたりしてすごい良かったですので確かにそういうちょっとしたきっかけがあるとばっと出てきそうですねそうですねそうですねうーんなるほど<ん>はいそういう,そういうアプローチじゃなく普通にじゃあやりたいことを書き出しましょうとか言って、うん、まあよくあるはいはいはいやりたいこと書いてみようとか言ってどこどこに行ってみたいとかなんかまあいっぱい 百個やりたいこと書きましょうみたいなのがあるじゃないですか。ありますね。そういうことじゃない。そういうことじゃないんですね。そういうことじゃない。<laughs> それやると大体ギャップモデルでね、自分にはできてないみたいなところをやりたいって言って、そのためにはこれやらねばならぬので、来年なんかこう頑張らなきゃいけない、ね、いろんな目標が出てきちゃうみたいな話になりますね。はい、基本、僕はあの、頑張らないです。ミスするっていうのが。すごい。<laughs> すごい大事なな価値基準なので自己犠牲とか頑張るはなるべく少なくしたい。ホストパネリストに頂い,いたメッセージですごくいいので取り上げたいんですけどやりたくないのに責任感からやらざるを得ないとか、えー、自分の責任感で自分に押しつぶされている状態自作自演っぽくて嫌なのにでもそこから抜けられなかったりしますと。 うんうん、それって得意喜ばれるではあるかもしれないけど実はやりたくないんですね,そうですねと自己犠牲自己犠牲っていうことででさっきの、まあ、話これあの<お>これは何かというとさっきのやつの,あの手前手前にだけ重なっててはい、はい、向こう行って ここが重ななってないところ状態なこころはやりたくて得意だけど喜ばれないってここだと思うんですけど <laughs> これが自己満足っていう状態。<laughs> 今の得意で喜ばれるけどやりたくないは自己犠牲ですよね。<laughs> でやりたくて喜ばれるけど得意じゃないっていうことはあの、まあ、下手の横好きって書いてありますけど、まあ、喜ばれはするけど大した喜ばれてないっていうことですね。 あ,どうもありがとう、ありがとうみたいな軽軽。軽く、軽く、ものすごいありがとうとかは言われない感じですね。ああ、なるほど。なんかこれ、切ないな。やり,やりたいのに。なんかここはちょっとく <laughs> 訓練次第なんですかね。続けていくと得意になってくっていう,領域う、ねこ。このやりたいを、やりを、うん、伸ばしてというか、発揮の仕方みたいなのをいろいろ修行して磨いていって、で強みと、 呼べるあの,他の人から見ても強みだね得意だねって思えるぐらいまで何とかするっていうそうすると本当の自分らしく働くみたいなことがやりやすくなるここ,ここ磨かないとあのこれこれですねあの3つかぶってても得意じゃなかったら大した価値生み出せないってことなので、うん、はい器用貧乏っていうやつ。うん <laughs> なるほどできるから頼まれてやるけど大したら喜ばれない、うんうん、そうですねででここの「磨きどころ」って書いてありますけどこの「やりたくて得意」は重なってるけどまだ喜ばれるに至ってないみたいなところを喜ばれるようにチューニングをすることが大事でここ,ここであの「うん チームビルディングが出てくるんですよねおはい今回あのキャンプでやろうはチームビルディングなんですけど、うん、ここのじゃあ,あれですね、うん、前半こう今まで話してきた自分らしくいるっていうのは、うん、働くっていうのはこの自己中心的リターが発揮されてる状態なんですけど、はい、それを磨いていくのにチームビルディングが必要とはい、はい、ちょっとそこどういうことやり,たやりたいと得意が自分 じゃないで,すかで、喜んでくれる相手が他人がいて、まあ、これがチームメイトだとすると、<laughs> 喜んでもらえるように、こっち側の,あのパフォーマンスの発揮の仕方をすり合わせて、チューニングしてあ、そういうふうにやってもらえると助かるわって言ってもらえるやり方が見つかれば、自己中心的ーダーが確立することになりますよね。<laughs> なので ここのすり合わせが上手にできるようになると、この真ん中の3つ被ってる面積が広がりやすくなりますよっていうのが、うん、チ,ームチームビルディング。チームビルディングっていうと、なんかどっちかっていうと、うん、なんか組織マネジメントみたいな風に捉える人が多い気がするんですけど、うん、部下がいないからチームビルディング関係ないんだよねみたいなこととか。 自分はもう一人でやってるフリーランスだからチームビルディング関係ないですみたいなふうにすごい言われるんですけどあの僕にとってのチームビルディングは人が共同で何か仕事を成し遂げるためのプロセスのことなのでフリーランスで一人で働いててもっていうか僕あの個人個人で 活動してるときは、まあ、フリーランスとしてやっているのでうん、うん、でも必ず誰かと一緒にねこんなことやろ,うやろうよって話が始まって一緒にやるためにいろいろすり合わせをしてそれってチームビルディング上手にできると、うん、できるのとできないのとだと全然違うんですよね。なるほどだから例えばその えっと、私みたいに会社員であっても、えー、チームを持ってるか持ってないかとか関わらずその周囲の人いろんな人と、まあ、会社員でも仕事をしますフリーランスでももちろんいろんな人と一、はい、人で完全に、まあ、作家さんですらね、まあ、中山さんもそうですけど、はい、作家さんですらいろんな編集の人ととか、ね、いろんな人と一緒にやるくらいだから、うん、どんな仕事でも周囲の人とやるっていう状態にはなります。そのの時に、えー、相手の 自己中心的にった状態を作るもそうだし私自身もそうだしっていう、うん、そこをやっていけるプロセスや方法論を知っておくっていうとすごい楽しい仕事がいっぱい増えそうですねそうですよね、うん、自己自己犠牲相手の強みをこういう風うに生かしてもらったらこっち側の自己犠牲減らせんなみたいなこととかをお互いにやればいいですよね そうですね。そうしたいです。ちょっと具体的な方法論も少し、あの、ちょっと残り時間わずかでは、にはなってきてるんですけど、ちょっとキーワードいただいていきたいなと思うんですけど、どうするといいかな。えっと、今のスライドから、あれにします、キャンプの企画の構成にしましょうか。うん、はい。はい。ちょっと画面共有あ、少し閉じていただいてもいいですか。はい。は えーと今、そうですね。えっ、ー、と、キャンプの先ほどの、えー、前半の話は個人編で強みと弱み、自分らしくっていうところを、えー、ゲームも交えてやってはいきます。ストレングスファインダーで、えー、お互い共有し合いながらやりますが、この多分チーム編っていうところとか、リ、はい、3の遊ぶような働き方っていうところかなと思って、うん、ちょっと詳細側を出しますね。 こちらですねチーム編、なんかキーワードが芋虫超理論とか、うん、<laughs> ありますけど、ちょっと面白いですね。1対1力 ?1.1 力。1.1ですね。1.1力か。はい、ちょっと聞かせていただいていいですか ?1.1、そうですね。1.1は。うん。それもじゃあ、ちょっとスライド。はい。 あの普通な状態ノーマルな状態を1.0と表現するとしてちょっとポジティブとかちょっとやる気あるとかちょっとご機嫌っていうのを1.1で逆にちょっとやる気ないちょっとネガティブちょっと不機嫌みたいなのを0.9と表現するとしたきに1.1、うん、な人と0.9な人が一緒に仕事をすると掛け算になるイメージだと思うんですけど。うん <laughs> 1.1と0.9をかけると。えっと。安全がごめんなさい、私、あんまり得意じゃない。いくつになるかというと、誰かチャットに書いてくれないから。誰か書いてくれ。得意な人がいるはず、きっと。得意な人得意な人あっ。生きた。1が0.99と書いてくれておりますが。はい。水野さん、ありまとうございますこれを見たときに知ったとき あこの宇宙っていうのはダークサイドのパワーの方が強いんだなっていうパー<お>ウォーズ的なことを思ったわけですね。ねはいおお <laughs> なのであの、不機嫌でいないようにすること大事っていう。あの一緒に職場で働くメンバーで、まあ、あのやっぱける零0 9は0.99だからさって言って、あのまあ、人生いろいろあるだろう。 けれどもあの職場に出社するときには、まあ、少なくとも自分のコンディションを1.0まで仕上げて会社に出てくるっていうのは各自の仕事っていうことにしようねっていうルールが共有されてるとまあ一定的な職場が生まれやすいなと思ってて、うん、そういうのを共有できてないとどっちかというと0.9力を振りかざすと相手が渋々言うことを聞いてくれるみたいな。 そういう仕事のノウハウを活用してる人の方が世の中には結構いっぱいいる気がしてて。うん。まあ、怒鳴ると相手が黙って言うことを聞くって、しぶしぶだけどみたいな,なのでですね、0.9力発揮しまくってる人いっぱいいますけど。なるほど。はい、そう。<laughs> でも、それだと長続きしないよね。うーん、そうですね。だからこういうこう、 えと個人の、えー、でこぼこをうまく組み合わせるためのチームのーあり方あるいは自分自身のその中のも保ち方みたいなん今回あの私中山さんとこういろいろこうけんがンがくしててやっぱり理論で知っておくってすごい大事だなとでそれをこうチームにシェアできるから大事。一方でこう体感値というか そのゲーム的に何かやってみてこうあこ確かに変わるよねとかこうしていくとすごく初対面の人同士でもこんなに分かり合えるんだとか、うん、そういう,こうゲーム的なワークショップも結構入れていってそれをこ,うこの、まあえー、と場所一緒に受講する方々でもそれをまず経験する体感するっていうことだし、うん、それをすぐ自分の身の回りのチームで。 やれるんだったらやってみて、うん、えどうだったかみたいなのも持ち寄るしっていう風に何かその理論だけで終わらず,、ま、ずここでやってみるみたいな、はい、<laughs> ここで変化を実感してみるみたいなことも、うんうん、やっていきたいななんて言ってますけどねあとはあの1個僕はあのあんまそうなんかセミナーワークショップみたいなやつあんま好き <laughs> 参加すするの苦手なんですよね <laughs> それこそさっき、いきなりやりたいこと100個書き出しましょうみたいな、うん、で他の隣の人とおしゃべりをしてくださいみたいなやつ、なんか雑,雑な設計のやつとか苦手だなみたいな、なはい、あの人見知りなんで、なので僕は自分でこういうワークショップみたいなことをや,やるように。 まあ、たまたま成り行きでなったんですけど楽天大学立ち上げろって言われてであのその時今振り返ると僕みたいなあのこういうそういうの参加するのが苦手なタイプの人でも居心地悪くないようにするためにはどうしたらいいかっていうのはだいぶあの自分基準でだいぶハードルが低い低く作れるようになれてんなっていうのも多分自分の強みを生かしてる感じがし ある種、はい、自分のこう苦手、えー、があるからこそあそういう人にも参加しやすいみたいにそれが追求していくと強みになってらっしゃるんですね。そうですねあと僕あの、まあ、楽天大学って最初どうやったらもっとネットでものが売れるかなみたいなのがテーマなんですけどそうです、ね、買い物がまあんま興味ないですよね。<laughs> <laughs> 買い物が苦手で 僕みたいな人でも買ってもいいかなって思えるためにはどうしたらいいのかっていうのをなんか深掘っていくと何でも売れんじゃないみたいな感じのフレームワークがこう作れたなっていうのがあります。<laughs> ところてん誰も欲しくないですよねっていうところからどうやったらそのところてん食べたいってみんなが思うようになるかみたいなこととかをね僕ですら買,い買ってもいいかもって思える感じ。 なるほど結構こういうあの講座とかあ,あるいは登壇イベントとかやってますと,、えー、とその方バリバリそ,のそれこそやりたいの領域自然とやっちゃうの領域の方々だからそのなんでしょうね再現性がむ難しいっていうかうん、うん、その方はできるかもしれないっていう、ね、そういったことになるのをいかにその あの言語化するか、まあ、そこはもうあの本格ぐらいの方ですと、すごい言語化されてるので。だからまあ講座にできたりとか、ワークショップにできたりなんですけど。でも中村さんはちょっと逆のアプローチでもあるわけですね。自分がそこ苦手だからみたいな。あ,あ、そうですね。それはありますね。あ、本いっぱい観察対象として周りにたくさんの人たちがいて。で、自分も踏まえて。抽象、抽象度を取ったら。みんなに当てはまる。 ポイントってどこだろうっていうのを考えていくみたいなそういうそれがあの言われなくてもやっちゃうことですね僕のなるほどちょっとお時間もいい感じになったので、うん、はいあの中山さんこのあともう一回あの中山さんお話しいただく時間を取ります、えー、ちょっと言いそびれたこととかを最後お伝えいただければと思います えー、そしてこのブックキャンプは最後ですねこの自己中心的リーダーというのを自分で発見をして、ねえー、とシェアをしていくっていうそんなあ形になりますので最終的にはそのチームビルディングを自分たちでこう、えー、楽しいゲームのようにこうやっていきながら発見したものをシェアするそんな形になっています。で必ずめちゃめちちゃゃ楽ししいいいですしこうううワークショップ苦手っていう方も ハードルを低く参加いただけるっていうのが、うん、あの多分多分ね。<laughs> 学長のはいえー、ワークショップの特徴なのかなと思います。じゃあ1位ちょっと事務局案内お願いします。はい、中山さん、久保さんありがとうございます。ではここからですね。事務局案内、少しだけ入れさせていただきます。はい。 今、セミナーの中でご案内がありました中山さんの、えー、とワークショップですね。で先行座はこちら4か月間の、えー、クラスになりますが、えーとですね、4か月に月に1回中山さんを交えて皆さん集まっていただいて、間のインターバル中は受講生同士でいろいろとあのワークをしていただくような。 形になっておりますこちら月ですね16,500円で4ヶ月で6万6 0 0円のクラスになっていますまあ、普段会社だったりとか仕事で関わらない人だからこそ強みだったり弱みとかっていうのも探しやすくなるんじゃないかなと思いますのでぜひですねこちらもご応募お待ちしております今セミナー中にもお申し込みいただきましたので、はい、どしどしお申し込みいただいておりますので皆さんご検討くださいこちらですね締め切り4月の25日来週の木曜日あ来週再来週です のの木曜日ままでででととなっておりますす早めに検討いいただけると嬉しいです同時にですね、週刊化コンサルタントの古川たけしさんのクラスも募集しております。こちらもチャットに今、えっと、送りさせていただきましたので、こちらの今月の募集講座、一覧からご覧ください。はい、で皆さん、ぜひですね、アンケートの回答もお願いいたします。こちらの QR コードかチャットの方の URL からですね。 えとアンケートを回答いただけますと回答いただいた方にはフライヤーブックラボ内で公開した中山さんの音声ですね1本分だけあのプレゼントさせていただきますのでぜひコメントお待ちしておりますはいで本日のセミナーアーカイブなんですがおそらくですね X が一番早く早くお届けできるかなと思いますこちらも、えー、講座の様子だったりとかもお届けしておりますのでもしご興味ある方はですねぜひご登録いただけると嬉しいですアットマークフライヤーブックラボ10という形で検索ください はい、本日の振り返りもです、ね、ぜひ気づきだったりとか学びがあったら、あのハッシュタグライヤーセミナーという形で SN、SNS で投稿をお願いいたしますで。来月のイベントのご案内です、来月5月もです、ね、あの素敵なゲストをお二人お招きしまして、セミナーを、ランチセミナーですね、開催いたします。あまどかさんですね、5月の13日、と浅田卓さん、5月20日という形でセミナーを公開いたしますので、ぜひこちらもお申し込みお待ちしております。 はい、では事務局案内以上になります。はい、中山さん、えー、皆さんあの、たくさん最後まで聞いていただきましたが、一言お言い漏らしたこととかあれば、いただければと思いますが、ですかそう,そうですねあの。キャンプのテーマがああの、自分らしく働くためのチームビルディング、うん、自由に働くためのチームビルディング。うん、はい、<で>そうです。 とチームビルディングっていうのを直接掛け合わせるようなテーマって今まであんまなかったので、うん、その中でも結構あの面,白面白そう面白くなりそうだなって思っていて実際にあのさっきもお話ししましたけど自由に働くためにはチームビルディングめっちゃ大事だと思っているので逆に言うと僕チームビルディングが活動の 軸足というか、ウエイト高いんですけど、チームビルディング理解が深まったからこそ、今、フリーランス的な活動が上手にうま,、えー、うまくいくようになってんなっていうのは常日頃思っていることなので、そこにちょっとピンとくる方に集まっていただけるといいなと思っています。なるほどあ 自己中心的リタの,の3つの重なりの図を見てうんできてるって自信がある人は別に来なくても大丈夫 <laughs> 大丈夫ですそうかな分かんない分かんないけど <laughs> そういう意味で一1個だけちょっとご質問ごめんなさいちょっと漏れてたのを今見つけたんで聞いてもいいですか、はい、さっきのその3つの,あの喜ばれるのところを見つけるなんかポイントはありますかって言ってくださってて、はい、自分一人で考えようとしない、うん っていうことすす<ん>り合わせっていうことですね <laughs> そこがチームビルディングの,あの肝のところですね。<ん>どうやってすり合わせるとあの建設的にというかいや対話ができるのかみたいなところが<ん>まさにチー,ムビルチームビルディングが扱うところになります。んみんなあの、言われのそこ推測して聞かずして、なんか答えを聞かずして、 答えを当てるみたいな方が優秀みたいな風にみんな思い込んでるんですけどあのなんていうんですか仕事の世界ってカンニングオッケーじゃないですかチームメンバーがどう思ってるのかをこう推測して正解を当てなくても正解を教えてって言って相手にどう思ってるって聞けばいいので、うん、その方が嬉しいです、ね、一緒に仕事する相手としてはで、ね、はいなので。みんなあの聞かずして当てようとして良かれと思ってやったことが はとか言われてだんだん仲が悪くなっていくっていうすごいもったいないことがそこら中で起こりまくってるっていうのが今のあの組織で働いてる時の残念なシーンだと思っています。なるほどそっかそれをんかだからいろんなあの、まあ、これは手段かもしれないんですけどいろんなチームチームを持つっていうんですかねその仕事だけのワンチームだと こうなかなか気づけない、まあ、強みもあるし喜ばれポイントもあるけど、うんえー、外出てこういうところでチーム作ってみて、うん、チームビルディングしてみて、うん、複数個をチーム出していくと強みもすごく自分で明らかになるしその自分の強みの使い方の使い方のねいろんなバリエーションでの発揮の仕方みたいなのが自分の中でこう経験値が溜まっていくとより強みとして使い勝手が<う>汎用性が広がっていきますよ。そうですか まあはい、聞くが大切ですねっていうふうに書いてくださいましたけどそうですねいろんな人とそれをやってみるとより境界線がクリアになるのかもしれない。はい ありがとうございます。中山さん、最後までいただきました。いはいありがとうございます。ぜひ、えー、来月からですね、中山さんと一緒に結構近い距離でですね、一緒にチームビルディングするっていう形になりますので、えー、皆さんそれぞれ、えー、すごく楽しめる回になると思います。ぜひお待ちしています。はい、学長、本当にありがとうございました。 皆さん、あの、えー、アンケートの方ですね、ぜひ、えー、ご協力お願いいたします。中山さんにもアンケート結果共有させていただきます。今日印象に残ったこと、えー、例えばですね、午後からちょっと考えておきたいな、みたいなことあればあ、共有いただければと思います。私も1.1力、ちょっと、えー、私もそうですし、チームもそうですし、含めて、えー、共有していきたい考え方だなと思いましたし、自分、整えることはね、 あの、えー、まあ仕事をしていく上でも、えー、いろんな家庭や周りを充実させていく上でも大事なことだなと思っているのでちょっと意識してみたいと思います。はいということで、えー、午後も皆さんお仕事あると思いますのでこちらで終わりにさせていただきます。角長もありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さん午後、えー、お仕事頑張りましょう。ありがとうございます。